この試練に挑むなんて、あんた相当な物好きだな。殴り合い、見つめ合い、そして殴り合う。そう、すべては愛あるがゆえに。こんなに高ぶる戦は久しぶりだな。心よい務めだ。ダンマルとのままごとに比べれば。おお、槍の待たざ、ここにあり。あなたの紡ぐ物語、私は何と記される。守れずに引かねばならぬとは。なぜあなたはそんなにも強い。なぜ私はこんなにも弱い。あやかしとしてあやを貸そう。私に返す必要はない。次こそは必ずあなたの骨を野ざらしとする。そうすればきっと私は。若かりし頃の正行様は毎日のように信玄公と拳で語り合っていたそうな。いよいよじゃ、いよいよわしら北条の番じゃ。風魔はおるか。何だ何だ、わしは細く長く生きてやる。戦わず集中していこう。敵もまた強い。冷たき掟に生きる者よ、次こそお前を止めてみせる。全力で来るこった。出し惜しみなんざしてる間じゃない。様のおとりだ。無策、無策、無策、あまりにも無策。ここまでやるた、嬉しい驚きだぜ。地を拾わせてやる。ホタルはな。大海原が、異国の海が俺を待ってる。手の握りを。
か。もてなしてやるよ、俺たちが。教えてやるぜ、わびさびをな。戦も楽じゃないね。我が輩の深追いは禁物だよ。くそ痛えぞ。さっさと渡せ体をよ。次こそ飲ませてやる。茶なんかじゃねえ、てめえのヘドウだ。どっちが先に倒せるか勝負だ、梵天丸。面白い、受けてやるよ、ペンマリ。ほらほら、大将に続け。誰が大将だって。僕はお前の子分じゃないぞ、ま、二度は負けない、次は勝つ。帰ったらすぐに特訓だ。温かき胸のさやに。あんたの底力を見せてみろよ。それとも重りが必要か。心配無用、そなたの手助けなど。あんたは知ってるか、誰かを導く喜びってやつを。こたびはこの雪村めの負けでござる。しからばごめん。死んだとしても俺は諦めねえ。俺の理想を望みのままに、誰もが必ず立ち上がる。あなたを殺すものがあるとすれば、それは油断のみ。足をすくわれぬよう気をつけてください、信長公。くだらぬ懸念はいらぬと告げたはずよ、光秀。信長公、たとえこの身が滅びようとも、私はずっとあなたのそば。いとましのぎにはなったわ。さて、どうする秀吉。聞くまでもない、前進あるのみ。予測通りに動いてくれてありがとう、と言うべきなのかな。ここは引くよ、潔くね。お前の力はよく分かった。胸のさやに。やはり世でなければ止められぬか。必要、必要。願わくば友よ、時代を風靡してみせよ。フクロウもまた鳥だ。羽をもがれてはかなわないな。次はぜひケレンにもなき佐々木の場にて会いたいものだ。ハハハハ、決着はまたの機会だな。それまで燃え尽きるな、友よ。
足元救われちゃつまんねえぜ、大将。ああ、分かっている。お前も警戒してくれ、サスケ。ヤインの剣、まさに鬼神がごとき戦ぶりよ。申し訳ござりませぬ、親父様、兄上。胸のサヤン、募らせ続けたその思いを今こそ解き放つんだ。この信行、心得た。邪魔だてのよう生中の子たちは身を滅ぼす。軍神の剣は膝をつかない。さて、わしの拳とはどちらが上かな。ここまでだとは。いや、俺は断じて負けはせぬ。力には誰も抗えない。いや、違う、絆は不滅だ。で至る互い稀なる者の不じゃ。正幸、おやつの力共に見極めよう。はっ、この正幸、音もつかまつりましょう。いやいや、お前さん、親方様のお眼鏡にかなったんだ。ちりっと喜びだ。あっぱれよ。それだけの猛者であれば世を太平にも導けよ。王人せよ。この正幸も焼きが回ったかね。ここはちょいと撤退だ。真田の兵法を今こそ見せるとき。親子三人打ち揃う天満としよう。お任せくださりませ、親父様。この雪村、全力で参ります。是非もなし。あの方だ。やっと秘伝とそれがし、二つの道が交わった。縁とは非なるものでござるな。俺も真田の武名を。お前は一体。見事、貴殿こそ日の本一の強者なれ。ずっと遊んでいたいが、そうと言っちゃいられんようだ。あっ、て、いや、露骨に鞭打つのも限界かね。我ら親子を破るとは、その力認めるしかなさそうだ。つまらないやつだな。